皆さんどうもこんにちは、かけるでございます。さあ今日はね、こちらにある食材を使ってネギ塩豚丼を作っていきたいと思います。これはね、かけるの大学時代のね、思い出の味なので、ぜひともね、美味しく作って皆さんに真似してもらえたらなと思っております。ね、ちょっとね、ブーンって言ってるけどね、ご飯炊いてるんでね、あれと同時にできるように頑張って作っていきましょう。それではやっていこう。はい、それでは作っていきましょう。まずはね、ネギ、こちらを切っていきます。ネギはね、別に上の方を使ってもらってもいいんですけど、まあ白いところをね、今日は使おうかなと思います。ちょっと切れ味悪いなでね、これは別の料理に使おうと思いますんで、みじん切りしていきましょう。切れねえな、全然切れないびっくりするぐらい切れないから包丁買います。あ、これも切れないぞ、なんでだびっくりするぐらい切れない。はい、次は豚バラ肉を切っていきたいと思います。今日は何グラムだったかな、150ぐらいだったかな、グラムぐらい使います。自分のね、腹具合に合わせて使ってください。で、ここの長さは私の思い出では結構長めだった気がするんです。で、食べやすいのを作るのであればこれぐらいでいいと思うんですけど、そこそこ長かった気がするんで、3分の1ぐらいにね、今日は切っていきましょう。よし、これでね、また器に戻しておきます。はい、ではね、レモンを切っていきましょう。レモンは半分に切って、うわ、すごい酸っぱい匂いしてますね。でね、これを使います。残りはね、別で使いましょう。で、もしレモンがないっていう方、まあ、レモン汁の方は常備してるっていう方はいると思うんで、そういう方はレモン汁をね、小さじ1杯でいいと思います。はい、ではこちらにね、ネギ塩だれをね、作っていきましょう。で、お肉は置いといて、まず先ほどのネギですね。で、ニンニクです。これをね、すりおろします。よいしょ。で、これを入れます。はい、でここにね、さっきほど絞ったレモンですね。レモンはね、絞るときこっち向きじゃなくて、なんかこっち向き、この皮を下にして絞ると、こう汁が出るときにね、皮のエキスも一緒に入るので、すごく風味が上がるそうです。なのでこっち向きでね、絞ろうとね思います。右手でやると見えにくいから左手でやりましょうか。でね、飛ばないようにね、こう周りは押さえて、こういう感じでね、絞っていきます。うん、しっかりね、絞りましょう。はい、それではね、次に白だし、白だしはね、大さじ1入れましょう。ごま油、これも大さじ1。次が鶏ガラですね。鶏ガラスープの素は、ちょっと待って、足りなかった、小さじ1ですね。小さじ1入れましょう。それからお砂糖が小さじ1。よし、オッケー。じゃあこれでね、混ぜます。かなり美味しそうな香りがしてます。うん、
はい、でね、ごまも入れていきましょう。ごまはまあ適量で大丈夫だと思います。自分の好きな量で入れてください。お米があと10分切りましたので豚を焼いていきたいと思います。湯婆婆みたい。はい、それじゃあね、お米の時間がね、いい感じになってきたんで火を入れていきたいと思います。まず豚肉をね、入れていきましょう。でね、豚バラ肉です。今日はバラ肉なので油がいっぱい出るかなと思ってるので、油は引かずにね、火を通していきましょう。で、バラ肉でも分厚いやつあるんですか、焼肉用みたいな、ああいうのよりも今日の料理に関しては薄いバラ肉をね、用意してもらった方がいいと思います。なんでスプーンでやってんだ。スパイシーな味が好きな方はさっきのネギ塩だれでも今でもいいんですけど、ブラックペッパーなんかね、入れてもね、いいと思いますね。すごく合うと思います。で、よりさっぱりさせたい方はレモンの量を増やすっていうのがね、いいそうかなと思います。そしたらね、このまだ赤いですけど、もうこの中にね、先ほどのね、タレをね、入れていきましょう。あ、ここスプーンだな。よし、でこのままね、少し火を入れていきましょう。でね、白だしを使ってるので結構水分が入ってますね。その水分をね、少し飛ばしながらね、火を入れていくような感覚で、これがね、飛ぶまでね、火をちょっと入れようと思います。それでね、ネギの苦味とかもね、少し減るかなと思いますんで、うん、すごいご飯に合いそうな、いい味してますね。炊けた。はい、白飯ね、ここに先ほどのネギ塩豚バラたっぷり乗せていく。いや、うまそう。これ絶対うまいじゃん。よし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 。うわ、うまそう。ネギをね、のっけていきましょう。あらら、ちょっとこぼしちゃった。真ん中の方にしようかなと。卵黄をね、のっけます。あー、潰れてる。なんでおった。はい、完成しました。ドゥドゥン、ドゥパッてしちゃったらね、こぼしちゃったらね。じゃあね、これをね、食べていきましょう。はい、それではいただきます。黄身ね、潰して撮影とかしてたらね、なくなっちゃった。でね、今日はね、サラダ、市販で売ってるやつもね、一緒に食べようと思います。いただきます。まあ、黄身のところをね、ちょっとほじくるような感じで食べようと思います。おろろろろ、すごいすごいですね、これは。ほら、黄身がね、ご飯に染みてるんですよ。ちょっと見えますか、すごい。じゃあね、いただきます。絶対うまい。くぅ、うまっ。うん、分かってたけどうまい。うんうん、うめ。今回見た目のためにこの海苔乗せたんですけど、これない方がね、
思い出の味には近い気がしますね。であともう一個言うと、レモンはあった方がさっぱりして美味しいけど、思い出の味にはレモンはなかったかもしれんなって今思ってます。なので次はね、レモンとこのネギをなしでね作って食べようと思います。でね、ごまの味いっぱいした気がするんで、ごまもっといっぱい入ってたかもしれんな。うん、でもね、これ抜群にうまいです。夏でもね食べやすいと思いますよ。サラサラしてるんで、めっちゃうまい。うん、じゃあね、サラダと一緒にこれをね全部食べようと思います。今日はね、さっぱりとしたネギ塩豚丼、がっつりさっぱりなので子供も大人も大好きだと思いますね。これ絶対作ってもらった方がいいと思います。本当に美味しいんで、豚バラ肉のね薄いやつおすすめです。それでは。